はい、では研修行くよ。よく聞いといて、おぼえちゃんもね。腕、上腕も前腕も全て、あと脇回りもそうなんだけども、これをほぐすと首肩って本当にほぐれやすくなるやんか。で、お客様もガチガチの状態でいらっしゃるでしょ、はい、ね、いきなりグンと触る時よりも、まあ、ここをほぐしたから触ってあげた方が不快な痛みっていうのが本当少ないのよ。だからまずここをしっかりほぐしてあげるっていうことをね。ね、OK、じゃあそれをやっていきましょう、はい、で、腕を完全にほぐそうと思ったら本当に時間がかかるんだわ、うん、な、ポイントいっぱいあるから、うん、けど最初は 20% ほぐすっていう意識で構わない。 20% をほぐしていこう。で、そしたらもう首肩いけばいい、はい、ね、まずそこからスタート。それでも全然効果入れるから OK でしょうか。はい、はい、まず首肩しんどいって来られました、はい、じゃあまずはじめに、あ、首肩しんどいんですね、わかりましたって言いながら、ちょっと腕触らせてくださいね。あれ、腕もめっちゃ凝ってますね。で、もうこの時点で聞かしとくんですよ、硬かったら、うん、あ、これめっちゃ凝ってますね、これ、あの、デスクワーク長いんですかか、なんかこうコミュニケーションとっていって、で、そうなんですよって言いながら聞いてます。お客様はね、こ、だから凝ってますねの言葉がすごく説得力あるのよ、うん、聞いてるからね。で、先でそこで言います、スタッフはね。で、お客さん、ちょっとね、あの、腕とかすごい凝ってるので先ここさせてもらっていいですか、うん、そしたらよりこっちすごくほぐれやすくなるし、あの、効果も持続するんで、ちょっとさせてもらっていいですかって、ちょっとそれは了承を得ましょう、うん、っていう形です。はい、じゃあやっていきます。で、順番はどうでもいい、順番はどうでもいい。で、特に三頭筋は絶対に効かしてほぐす。 20% まずね、いくよ。で、脇の付け根からグーいく。で、今からカメラ、あ、ちょっと狭いけども、うまいこと撮ってくれたり、うん、できる範囲でいいよ、うん、狭いけどもね、こう脇から上腕三頭筋ってな、どっからどこまで行ってるってのわかるやんか、ね、そうやって撮っていく。で、行って行って必ず効かすよ、ね、凝ってるからってそこを3往復も4往復も5往復もしなくていい、ね、2往復でいい、はい、で、効かす。で、これ終わったら、まあ、そのまま前腕に行こうかな。こう前腕に、こう前腕、前腕ね、前腕の心筋群やな、前腕の心筋もさ、うわ、凝ってるな、筋筋がいっぱいあるやん、心筋群ってさ、ここそれを掴んで軽く最後揉むようにした方がいい。ほんのちょっとよ、押し込んで捕まえて揉みに、ちょっと揉みに行ってふっと圧を抜くね。掴んで最後まで圧緩めずにグリっていっちゃうとゴリってなるやんか、それってもうしんどいね。で、受け、揉み返しがすごく来やすいから捕まえて、これでも効いてるよ。こっからちょっと揉みに行ってふっと圧を抜くね。揉む量は少しだけでいい。こう前腕もこう効かしていく、効かしていくね。もう今やんちゃんシー言うてるねシー言うてるね。でも揉まれてる感覚はないです、押さえてる方は。そっか、揉まれてる感覚はね。で、あとこの前習った中筋もしますよ。この肘骨のすぐこっち、こっちから見たら左側ね、ちょっとここにね、ちょっとスポットはまるところがあるんだけども、そう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 、こうやって関節を動かしたりしてあげたらな、効くから、こうやって効かしてあげる。で、そしたらもう前腕先やっちゃおうかな。前腕って俺たち最初は4面で習ってるやろ、うん、手のひらの面と、うん、手の甲の面と、うん、親指の面と小指の面ね。で、この心筋は手の甲の面、まあ、さっきやりました。で、中筋もやりました。で、次は親指の面、腕頭骨筋ね、腕頭骨筋、まずこれでガバッと掴む。で、4本の指で支える。で、これでちょっとまあ軽くひねるようにね、雑巾軽く絞るようなイメージでやってあげればいい。こう付け根からポンポンポン、ちょっとニュルって動かすってイメージな、ニュルって動かす。で、次屈筋いくよ。手のひらの面、屈筋、腹筋は揉むっていうよりかは深部に効かすようにいった方がいい。厚みがあるからな、奥までギューッと握るっていう感じな、握る、体をうまいこと持っていって握るっていうことをしてあげる、してあげるね。で、厚みがある。で、手首の方まで来たら、
手首の方まで来たら表面に、なんとかしたいやな、心筋したい、間違ったらごめん、なんとかしたいっていうのがあんねやんか。ここになんかバンドを巻いてるようなね、手首のそれを表面にある、それをほぐすようなイメージで面でもみもみやな、面でもみもみしてあげる。これでもほら足バタつかせてるわよ、じゃん、まあ、痛いみたいなね。で深くガッガッガッ使いました。次小指の方行くよ、力抜いといていいからね。小指の方はこれだけは覚えとこう、尺足手根屈筋やな、ズーンと太い筋肉があるからそれを捕まえに行く。でこの状態やったらちょっとね、こうどうしよう、まあ、中指で俺掴んだりとかすんねんけど、中指で掴んでちょっとこのグリグリこう掴んでグリ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 軽くね、あんまりそれもグリングリンやりすぎたら揉み返しのオンパレードだからな、うん、掴んでまず掴んで効かす、そっからチャンチャンチャンってひねるとかな、あちょんちょんあちょんちょんする、まあ、こうでもいいやんか、こうでもいいやんかな、やり方いろいろあるよ、こっち持ってきてこのままこうでもいいわけやんか、こうでもいいわけやんかな。でそうやって尺足手根屈筋はやっていくという感じね。で、次上腕に登っていこうかな、肘からいこう。この肘には上腕二頭筋が来てるからな、肘もしっかりとほぐしてあげる。関節を曲げたり伸ばしたりするだけでも効くからね。でそのまま力こぶである上腕二頭筋をグブグブグブっとね、腕の付け根まであるよね、そこまでいくねんで、腕の付け根までな。はい、上腕二頭筋、上腕二頭筋ほんまに凝ってるなと思ったらこう掴むっていうのもあれやけどね、両サイド、これやった方がいいかも。両サイドに凝り感を感じる人結構いらっしゃるから、こう掴むとか、掴んでちょっとね骨から離すってイメージね、少しね、またはこう片方ずつ狙う、外側内側だけを、まあ、とにかく硬くなってるところを狙いに行けばええな。で、右後腕筋やな、次この脇に近いところ内側の右後腕筋をこう取りに行って、こっちから取った方がいいだね、こう右後腕筋なドンで腕を持ち上げるような感じね、お客様のね、お客様の腕の力を借りてちょっと引っ張ってくるだけで効くと思う、ね、これは上腕三頭筋と上腕二頭筋のちょうど間にあるからね、うん、でしかも脇の方ね、脇の方にある筋肉、これも肩甲骨に、すごく影響、多大なる影響を与えている筋肉やからな、しっかりやっていく。で、まあ、俺やったらもう一回脇から上腕三頭筋いくかな、うん、これだけでも5分ぐらいでできるはずやねんか、うん、でそれをやったら肩甲骨がこう外にね、ふーっと外に力抜けて広がってくるわ、ぐーっと、うん、ぐーっと。そしたらその肩甲骨がさ寄っちゃってた人っていうのは肩甲骨の下に腸肋筋が隠れてたりすんねんな、それがベロンって出てきたりするから、それをほぐしやすくなる、うん、っていう効果があるので、これ今からちょっとゴエちゃんとやっていこうか、はい、はい、止めていいよ、はい、